あ、皆様こんばんは。今週も配信やっていきたいと思います。少し時間は遅いですけども、本日はあまり人がいないみたいで、ちょっと落ち着いた感じになっちゃうと思いますが、今週もゆっくりしていってください。
Yeah!
なみに今はあの試合でロードエスケン対ニーヤーザンギですね。うまいですね、ザンギ。さすがですね、ニーヤーザンギ。からの、まあ、毎週やってるあのプチ大会ですけども、ちょっと今人の集まりが悪くまだ始められる人数が集まってないのでもう少々開始が遅くなると思いますので、あのそれまではの試合を流す放送になりますのでよろしくお願いします。Thank you.
夏大会ですけど9時半過ぎぐらいからになりそうですかね。久々に青木サイクロンさんが青サイさんが来てくださるみたいで40分ぐらいに着くかなとのことなので、青サイさん見えてから始めようかなと思いますので、ゆったりとしててください。Thank you.
Oh!
はい。すいません、だいぶお待たせしたんですけど、四季の細道第33回ぼちぼち始めるので、配信隊のの試合、それラストでお願いします。じゃ運営に協力する感じで、第1試合が、ロードさんと友田さんですね。友田さんも適当なところでこちらの方に、お、上に協力的、お、協力的な DJ、 もう飛んじゃい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 飛べって、ありがとうございます、ありがとうございます、助かります。あ、そうですね、この DJ はニーヤさんですね。いつのコメントか分かんないけど、はい、じゃあニーヤさんどいてください。すいません、ニーヤさん、すいません、大会で使うので、どいていただけると、ちょっと友田さん来ていただいて、友田さん、はい、じゃあ、ロードさんと 1P2P のじゃんけんを、1回戦 1P 側がロードさんの S 剣、 2P 側が、友田さんのベガですね。友田さん1周目からベガっていうのはなんか結構やる気が、さあ裏回って、おっと削りが一発だった、削り直して1ラウンド、あの上り投げ入れるとやっぱ気持ちいいですよね、ベガは。そのためにやってるようなところがあるな。溶かして、おっとめぐりが当たってない、広い方に逃げて、昇龍、おっとスラも当たらない、投げ返してる、あるよ、変なとこに落ちちゃった、下がったな友田さん。2人目は、山本さん、山本さん出番です、山本さん出番です、はい、
山さん、チュンリーですね、いきなりね。やる気あるなぁ。さあ、チュンリー対チュンリー、絶対殺すマン。さあ、ゆうち、背中。ベガ側がゲージを貯める。投げる、テンションを使って投げる。さあ、チュンリーもゲージが立った。さあ、当たってる。重ね機構の段階でちょっと危ないといえば危ないんですが、勝負かけましたね。暗い投げ、下段から3段テンション、生きている。さあ、削り圏内、がめり込んでいた。そうですね、と最後が当たって友田が1本取り返しますね。投げて、あ、ショーケー中継がめんどくさい。台形打っていたところにナイトメア。さあ、友田さん2人抜きで次カワシムですね。カワシムのザンギエフですね。カワシムさん、カワシムのザンギエフ、さあ、当たった。約束の、おっと、約束の1回ではなく殺しに行くマンだった。画面光らせたかったが、さあ、もう1回当たる。怪しい、バリヒングね。さあ、当たる。壁に飛んで、さあ、あ、めくり、約束、約束されている。ベガは殺しきらないと。ベガ側が結構転ばせる技がいっぱいあって、一回転ぶとやばい感じになりますから。砂が当たる。下段重ねからいったか、おいしい。さあ、壁が近いぞ、ゲージもあるぞ。画面が光ったのはベガの方だった。さあ、ヒデさんの中2ですね。さあ、ヒデさんの中2ですね。友田さん、本日2体目の中2。あちらいけ、垂直、背中、下段、背中から削り、ボード全部当たってますね。皆さん調子いい感じ。
あ、おっと、下がり中足っぽかったんですが、暴れていた立ち中盤が当たる。百裂下段転生、垂直からスピニングはちょっと失敗か。やってしまった、削り殺しかと思ったらば向こうもゲージが溜まっていた。危ない危ない、焦点投げて、さあ難しいとこ、オッケー、おいしいと飛びが噛み合って振り投げで入れ準備、一人抜き。さあヒカルさんですよ、すかしたんですがお釣りが出なかった。投げて転生、背中引きずり投げ、立ち上げ背中、爪で暴れる、投げる、あれ不思議ですよね、なんかね、ガードさしてバルドが投げられるという、立ち台形、力脚、立ち台形、対策完璧といった感じですね。ウネ君ですね、次ね、声で威嚇してますね、あれなんか今お金入れませんでした、見てに協力的な、開幕どうしようかなと、百裂、さあワンチャン、おっと、めくりにいかなかった、ちょっと遠かったですかね、お、謎スピニングから戦列裏剣、体力はほぼ5分、クラケン相打ちから、おっと着地していたがガードし忘れたぞ、リフト、足まで追い込んでソバットが機能する、裏剣、さあ、あんまり調子に乗っていると怖いぞ、落とし込んであったが出なかった、おー、どうなる、あんまり調子に乗ると削れなかった、スタブが見えた、スタブ見てたら戦列、肩が猫が折れてはいない、裏剣当たる当たる、おっとどうする、とりあえずゲージを立てて、来い来い、
歩いたけど打った、さあ垂直打った、おっと壁に引っかかったので天翔のお釣りがなかったんですが、最後魂のサバ当たらなかった。さあ俺か、さああれ若造2人で、若造2人で喋りますよ。船です。いやー、順利惜しかったね。惜しかった、惜しかったよ。手応えはあった。え、手応えはあった。手応えあったあった、はい、まあそんなことより、順利本体、そんなことより、そんなことより順利本体、そんなことより、そんなことよりやばい、これはゼロ3のホンダピンチ。いやー、対空が極まっている。ゼロさんぶち切れてますけど。お、これあるか。あミヤさんがセコンドについてのスローテープさんです。おお。お。いやー、ここで返されるときつい。太陽は5分、いやでも5分ですから。あ、これはでもどうしようもないよ。どうしようもないと言っております。セロさん本当にどうしようもないのか。前飛びを繰り返して、わー、まあ出しますよね。危ない。あ残念残念。破天荒さん、ヒデさんがこれで何立て、1,2,3 だから5、あ、違う、4、はい、あー、じゃあ4立て中です。はい、リュウチュンリー飛びが通る。ヒデチュンリー対破天荒、百列を置いていって、投げが通る、投げて波動して、逃げて、いいっすよ。安い。さあ、追い込まれた。あせこいぞ。せこいんでしょうか。外野からせこいという声が聞こえてますが、ヒデさんはさあ、お、破天荒さんのいい昇竜、そして飛び込みの、めくって、あー飛んで、どうなる、あー仕込んでた。メロさん、メロさん、あなたですよ。さあここでメロガエルが怒涛の十立てを、怒涛の十立て、怒涛の十立てなんか、お、地道に削っていくしかない。ネロさんのガエルはやっぱ硬いんで、硬さをどこまで維持できるか、硬いんですが、チュンリーにスパコン溜めさせてしまうと、おお、飛ぶ、うまい、投げが冴えてる。あーっと、歩き一瞬でした、一瞬の出来事でした。キャラがずるいのか、どうなんだ。いやー、あー減りすぎなのでは。容赦ないです、ヒデさん。さあさあ、言わずと知れたニアケン。あれ半分ぐらいいってもいい。5割、
言わずと知れたニア剣。結構実はレア。え、何が？え、ニア剣。そう。いや、ここだと。いつも本番だから。いや、しかし。まずい。ヒデさん、絶好調。さあ、膝。冷静に竜巻を落として投げて。ああ。さあ、ここで何とかしたい。体力差はほぼ怖くない。ああ、そう。なんて減りだ。あれが。なんて減り。あれが投げが。な。あれが投げ通るんですね。チュンリーってやっぱり強いんだな。三つを。ヒデさんが強い。あ、ヒデさんが強いんですか。ヒデさんが強い。あ、そっか。しけしけ。さっきまでセコイとか言ってた人とは思えないヒデさんが強いんですよね。ヒデさんがチュンリーが強いんじゃなくて、はい、さあここでペコさんの竜。ペコさんといえば道義マスターです。言わずと知れた。しかし体力リードはチュンリーだが、ここから灼熱大足中ボス昇竜が大。わー、これこれこのバグ技です。これこのバグ技、チュンリーは背中から手が出ます。まあまあまあ、わかる。振り向きモーションがない。さあ、ペコさんどうする。この状況波動でめくれない。竜巻が当たらない。昇竜、大昇竜しっかり大避。さあ投げて、さあチュンリー、この後半が怖い。後半が怖い。波動、波動、波動、様子見。歩く歩く、足が速い。離して、どうにかしたい、どうにかしたい。ああ危ない。いやー、あー間に合う。あーふざけんなよ。猫さん、ふざけんなよと。ふざけんなよと。いや、ヒデさんが強いんですよ。そうっすね。ヒデさんが強い。いやー、こればっかりはちょっと、そうっすね。さっきセコイコールが起きてましたけど。さあ、ここで青鞘さん、青鞘さんのザンギエ。ここまでヒデさん絶好調です。勝ち立てです。いや、この組み合わせなかなかもう結論が出ているような感じの。いや、青鞘さんならわかんないです。やってのけるこのヒデさんですから。あのあの、あ、いや、しかしあの青鞘さんもなかなかです。いやー、いったい対空。よくよくよく分かってらっしゃる。だからが近づけない。いや、利用がない。もう飛行券出すだけと言わんばかり。うわあ、いいジャンプだったんだけど。チュンリーの足長すぎませんか。長すぎる。絶対関節外れてるから。いやー、セコいな。やっぱりセコいのか。あれ、どうやっぱりチュンリーセコいんですかね。あんまりチュンリーディスりすぎるとちょっと怒られる。いや、でもしかしこの、いや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 。あー、通らない、通らない。いやー中国憲法強し。どうしようもない。ソ連のプロレスが通用しない。いやー、木にやられましたね。まさかのパーフェクト。パーフェクト。完封。さあ、あのホワイトボード。これ誰か。これ二周目、二周目突入なんですけど、リセットで、あのもうヒデさん、あの決勝確定なんで、はい、あの適当に確定じゃないんですか。やるんですか。そのまま行きます。あ、そういう
負けるまで1周目をループ。なんか僕らしいんで。じゃあ僕らしいんで。じゃあロードさん張り切ってどうぞ。さあ、火ですね。あ、つとしさんかな。あ、つとしさんがいた。さあ、ロードさんのエスケンです。さあ。あ、中国拳法が汚いのか、ヒデが汚いのかって言ったらヒデが汚いですね。そうですね。もう本当に、本当にヒデ汚い。まあ、だいぶ、お、何言って？ヒデ喜んでますからね、汚いって言われてね。褒め言葉だからっつって。そうなんです。そうそう。あ、そう。じゃあ、どんどん言ってやる。うわぁ、酔ってる。もういいよ、ヒデ優勝優勝優勝早いっすよ、早いっすよ、まだわかんないこれね、とりあえずね、チュンリーは前で飛んできたところをね、なんとかこう、大勝利で落として、はい、めくりでうんこみたいな感じで殺したいんですよね。そう、 うお、ビヨ、早くないっすか。戦列触っちゃうと、あんまりこう、竜、あ、エスケンもあんまり波動打てないんで、はい、まあどうしようかなみたいな。あれ繋がるんだ。厳しいな。厳しい。もういいよ、ヒデ優勝で。いいよ。で、ヒデ個人戦なんか初めて優勝しましたみたいな感じでこういいよ。こっからはヒデ組で。もうオロナミン C 持って帰れよお前。オロナミン C 全部持ってちゃってくださいよ。オロナミン C 持って帰っていいよ。優勝。優勝。優勝。ありがとう。チュンリー使ったもん一等賞。使ったもん勝ちだよ。そう、使ったもん勝ち、使ったもん勝ち。お尻を出したこと、チュンリー使ったもんは一等賞です。そうっすね。チュンリーっていいな。いいな、いいな、チュンリーっていいな。いいな、いいな。お、うねくん、いいね、歌うね。今日はちょっと、そういう気分かな。そういう気分だね。なんか歌いたくもなりますよ、こんだけ演奏だったら。タラッタタラッタタラッタタ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 タ。あ、俺の知らない曲。これ情熱の大陸。TBS。TBS。TBS。こういうのに反応する日で好き。なるほど。小高子大好きだから。さあ、チュンチュン。チュンチュン。これね、これ。山本さんのチュンリーが黄色ですね。なんだ今の技は。ケツから足が出てました。ケツ蹴りじゃないですか。チュンリーチュンリーチュンリーってこれ何をするんですか。チュンリーチュンリーはね、ずっとなんか中キック擦ってたもんが勝つんじゃないかな。ああ、そう、擦ったもん勝ち。そうそう、あのよくヒデの兄弟がね、なんか一緒に当たった時にやってるけど、こすって。そして背中蹴り。もうヒデなんか、なんかボーナスポイントとかあげたいね。ボーナスポイント、ボーナスポイント。あ、これで一周だ。で、前立てしたかどうか。さあ、最後、最後一周目、ラスト、カワシムザンゲフ。さあ、どうかな。あ、ダブルに入って、ここから、お、謎のヘッドバット。お、こっから、おー、ヒデ死んだー。はい、あの、ヒデさん、ちょっとこれロケテストやめてもらっていいですか。ヒデやるとね、ちょっと危ない人なんだよね。さあ、2ラウンド目。さあ、お、掴んで、こっからラッパは、川島さんの狙いは何だろう。さあ、ここから、とにかく飛びを当てる。ああ、4段入ったー。あらあら、まあ、ヒデね、こういうね、目押ししっかりできるようになったからね。昔は擦ってるだけで、うまくなりましたね。さあ、弦入って、ああ、上からって落とせなかった。
さあ3段入って、うわーこれは厳しい、寒い寒い、さっきのおさいさんと同じ、またピークソゲーですねはい、みんなが言ってる、みんながしょうがねえなとはい、気を取り直してっていうことでね、あ、俺からだ、イエーイ、お、さあこれ結局神髄なんで、これ待って、俺今日喉痛いからちょっとマイク変わって誰かちょっとさすがに今日はしんどい、どなたか、はい、というわけで、仕切り直しの2周目ということで、さあ、2周目、1戦目は、青サイさんのザンギとペコさんのエスケンですね。 1P が青サイさん、それではやってみましょう。はい、じゃあ、まあ開幕様子を見合う、いや、慎重ですね。うわー、おっと、いきなりピョロッされてしまった、うわー、でもこの無敵の青サイチョップ対空があるんでね、このザンギには。いや無敵ですねこれ。いやこれを何でも落とせますからね、ほんと。いやあれこれはTBS、 これは TBS、 そう言ってるとすぐ TBS ですよねいやーそっかー、いやでも、いやいや、いい、何でも落とせますよ、何でも落とせます、いやいやー、おー鮮やか、ほらあっという間に、何も落としてないけど2本目取っちゃいました、素晴らしいです。お、溶かして自ら画面端に、あんまりね、離れてるとダブラリであれするんで波動打てないですよね。しかし対空が本当にうまいっす、うわ足元狙ってきますね、うわ、まあまあ青斎さん道義戦がすごい得意っていう、あ、うん、もう昔からもうね、竜でも剣でも豪気でも何でも来いみたいな、何でも来いやと豪気でも、あ、違いました、すみません、失言です、失言します、あ、で、いきなり次が、川島さんのダルシムですね、ガチです、いやこれ、これはほら、あっとピヨルの早すぎないですか、2発でピヨってましたよね今ね、多分これなんすか三技硬いはずなんですけどね、おかしいですね、ランダム要素、そうですね、いいとこ引いたんでしょうね、なんとか、なんとか死体が全く距離が縮まらないですからね、この組み合わせ、そうっすね、これまだある、まだあるよ、1ドット残った、あ、0ドットだ、1じゃないっすね、お、あるのか、あるのか、いやー、しかし光は、ね、光が見えたんですけどね、追いつけなかったですね、追いつけなかったですね、ワープずるいっすよ、やっぱね、ワープずるいっすよね、恐ろしい技ですよなかなかね、使いどころが見当たらない技だったんですけど、ね、お、だいぶ過ぎましたね今、しかしちょっと離れた、ガードして、インフェルナガードして、じりじりと攻防が始まるんですが、やっぱり離されちゃうときついみたいで、この場合はどうしようもないんじゃないですかね、そうなんですよね、これこれがこれがまさに手も足も出ないってやつですよね、手も足も出ないってやつですね、続きまして、あれセロテープさんですかね、セロ様のザンギ、お、セロさんもザンギ、セロザンギですね、ザンギダルシマさっきちょっとね見てたんで、もうあとは目読で構わないんじゃないかとおのおの見て判断してみてくださいみたいな、そんな感じでいいんじゃないですか、ね、いやでもしかしなかなかいい、厳しい、
やっぱ厳しいみたいですね。厳しいですよ。ザンギはやっぱりね、何としても近づきたいんで。そうです。てか、こかさないと始まらないっすよ。そうですね。本当に。で、ダルシムは何としても近づきたくないんで。しかし、この場合はもう本当に。いやー、地獄ですね。決まってますから。ゲージありますからね。いやー、そうなっちゃいますよね。続きまして、ネロさんのガイル。どうですかね、ガイル使いのお姉さん。これも厳しい感じですかね。そうですね、まあ冷酷非道ではありますけど、ただ最近ちょっと光が見えてきた。あ、ちょっと光が見えてきた。はい、まず手足の届かない距離にソニックを打つのは絶対。なるほど。そう、離れるで、ドリルをいかに落とせるかっていうのも大事。ドリルを落とす、そうっすね、はい、しかしこれがなかなか難しくて。そうっすよね、サマーなら安定ですけど、それ以外だとちょっと、はい、通常技で落とす必要があります。そういうことですよね。ジャックパンとかよく見ますけどね、タッチジャックパンとか。ジャックパンで落とせるドリル、落とせないドリル。なるほど、それを判断しないといけない。だいぶ、そうですね、ってことですね。まあ、ガイル使いは相当その判断力をね、そうですね、要するっていう話ですから、ね、おまさかの今の攻めは上手いですよ。突っ込んでいきましたね。もう前に行かないとガイルは勝てない。ああいう前に行くタイミングちゃんとしっかり取ってれば、ダメージを、要するに体を触ることも可能である。なるほどなるほど、はい、前に行くときは行く。そうですね、今のタイミングいいです、うん、離れたら思いっきり離れてソニックと。そうです、ヒット&アウェイで行かないとこれは厳しいが、しかもでもいい攻めです。でいい流れですね。ロバイルいい攻めです。まだあるかもしれないですねこれね。いやしかしいいっす。いやこの場合はまずい。この場合きついっすね。あ、やっぱりというか。で、トモザバイソンですね、次。お、ね、さあ、トモザさんのバイソン、これはいいんじゃないですか、なかなか。これある意味、スト2の頂上対決みたいな感じですからね。そうです。見てください、相打ちなのにこのダルシムのヘイ。そうなんですよね。バイソン一発重いっすからね。わーって言ったらもうだいぶ減りますからね。うわー、常に相打ち OK ですからね。うわーっと、でかい。テレポまで読んでましたね、今ね。開幕スライディング潰して、台風潰して、ドリルがうまい。おっと、ピヨってしまった。ピヨっている。うわ、これですね。そうですね、ダルシムコンボが少ないっていう話なんですけど。あ、そうですか。そうなんですか。うん、あ、でも今のができると、ゲージがあって今のができるとだいぶですからね。ドリルで押し返すが、投げて、いやー厳しい。厳しいな。投げて、うわースラスト、困った時のスラスト。うわー早い。これは厳しい。さあ、そして、1周目圧倒的な強さで全立てしたヒデチュンリ。ヒデチュンリですね、またチュンリ。おっと、さあ1周目の道、はい、お、僕気づいてなかったんですけど、ヒデさん、メインカラー紫、スタートボタンの紫変わってますね。あ、前赤だった気が、え、前赤でした、赤だった気がするんですが、それパレスチナさんは赤ですか。あ、そうだ、パレスチナさんとあとケイシンさんと被るんですよね、そうすると。ああ、そうですね、赤だと。ヒデさんって前からこの色じゃなかったんですか。いや、ぶっちゃけメインがどれか分かりません。あ
あーやってしまった。分かっていたのに手を出してしまった。あるあるですね。あるあるです、うん、危険ですからね。さあ相槌は結構チュンリーが有利。お、だいぶうまい。ここからこれもまたいい試合ですからね。そうですね。お、天心結構当たってドリルが刺さるが戦列が刺さる。そうなんですよね。あれ着地してからドリル隙がちょっとあるみたいなんですよね。あ、そうなん。全く見えないですけど、あるようには。本当に隙あるんですか。いやいや、だから入るあるってことは、うん、戦列が入るってことはそういうことだと僕は思ってるんですが。いやでもしかしいいっすよ。うまい。おが、どっちだ、どっちだ。いい勝負ですね。これは分からない。チュンリーもゲージはある。ドリルが刺さってる。双方ゲージがある。ジリジリしてますね。うわー、どっちだ、分からないぞ。お互いぶっ放さないですね。おっと、これは熱い。使ってしまった感じですね、今。これはおーっとっと、踏んでしまった。ここでアイテムアイテムだと思って取ってしまったと。間違えました、見間違えました。かわいいですね、うん、あるあるですね。あるあるです。あるんですか。え、ありますか。あるあるよくわかんないですね。続きましてロードさん。ロードさん S 剣ですね。 S 剣またしてもこれいい試合ですね。そうですね。あとここあまり皆さん存じ上げてないかもしれないですけど、マイクあんまり大きな音量で喋ると飛んじゃうんですよ。あ、配信乗らなくなっちゃうんで気をつけてください。俺も昨日 YouTube 見たんですけど、あ、全然音が入ってない。そうなんですよね。そう、びっくりしましたね。あ、と言ってる間にそういうマイクなんですか。 S 剣が、あ、いやでも分からないです。体力リード的にはあ、これは厳しいのでは。昇竜引っかかりますね、やっぱり冷静。いや引っかかるな昇竜。しかしやっぱり波動を打つと。いい昇竜。いやー、まああれっすね。あ、ヒデさんのチュンリーは圧倒的ですね。そうですね。おお、飛んでいった。しかし投げ返しがあってガードして、さあスパコンを吐かせた。分からないですよ。あー、惜しい。まあどこまで行っても S 剣はあなんでね、地道やるしかないんで。いやしかし画面の爪がすごい。続きまして、ニーヤーさんの剣。お、X 剣ですね。ニーヤーさんの X 剣。僕、全然剣のこと分かってないんですけど、はい、なんか強く感じちゃうんですけど、それほど強いキャラでもないっていうことらしく、まあ、トータル総合点でいうと、キャラ性能はらしいんですけど。らしいですね、確かに。これもよく分かります。全然弱い剣を見たことがないんですけど、なんつうか確かに剣の初心者っていないですか。まあまあそうですよね、はい、まずそうですよね。ってことは使う人があまりいないから。そう、いや、まあ、剣ただでさえ新規が少ないゲームです。剣はね、でもめちゃめちゃ強く感じちゃうんですよね、性能が。そうですね、まだね。やっぱちゃんと強みを、そう、引き出せてるってことですよね。あー、最後は2ヒットです。ヒデさん2周目でも、あ、そうですね、ヒカルのバルログさん、はい、で光るバルログ、はい、
これもね、組み合わせはいい組み合わせのはずなんですけど、いやー対空がうまい。バルログを多分抑えれるキャラって、確実に抑えれるキャラっていないはずなんですよ、このゲーム。あ、そう、抑える、そうですね、うん、そう、不確定要素がちょっと強すぎて。しかしヒデさん圧倒的、圧倒的ね、ブイブイ言わせてますね。うわー、完全に見てますね。見てますね。バルログの倒し方を知ってます。お、チャンス。しかし、動かされる。あそこ投げるか、ダウンさせるか、刺したかったですね。バルログ側としては。お、いった。うまい。あー。あー、ダメダメ。ダメ。危ない。いやー、どうなる？あるか？あるか？あるか？いやー、飛びが読まれていた。ジャンプ着パンチ強いやつですね、今の。あ、俺だ。さあ、山本さんですね。ラウンド1、ファイさあ、ヒデチュンリー対山本チュンリー、スピニングバードキックを出し合って、あー、低消却、おーつ、これどうなる？お、あー、テンションとか間に合うのか。でさ、攻撃がよく刺さるな。お、いやー、ピヨって、お、こっからあるか、止まって、いやー、厳しい。うわー、冷静。さあ、止まらない。ヒデチュンリーは止まらない。破天荒流、ここで破天荒流ですね。あっさり負けましたね、私。破天荒流ならあるんじゃないかって思ってるんですけど。しかし体力はもうすでに5割を切っている。うわうわうわ、もうちょっとしかない。ダイヤシー、お、あー、なんと展開の早いことか。そうですね、チュンリー強すぎですね、やっぱね。チュンリー強いな。お、中ボス結構あれですね、ネットの向こうでは皆さん見ていただいてるのかもしれないですけど、はい、会場はあんまりパブリック、まあそうですね、パブリックビューイングあんまり、うん、観客いない感じになっちゃいましたね。そうですね。ああ、お、ナイス真空。いや、これめっちゃいい勝負ですよ。破天荒流ありますよ、やっぱり。ありますよ、ありますよ、ありますよ。ああ、しかし初っ端電焼却で、さあ投げて、これは厳しい。波動をぶち当てる、飛ぶ、その前に半分持ってかれちゃいますね。いやー、これはしかし、あー、当たってしまっている。いや、まだあるよ、まだあります。どうでしょう、あるか。でも龍もゲージが欲しいところだが、龍前飛び、前に飛びますね。ゲージがない。お、あー、いや、ある、これはありますよ。ゲージ持ちましたね、あるのか。来た、わっと、ここへ来て、ここで破天荒流、破天荒流撃破、破天荒流がヒデさんを止めた。そして私、ウネガエル、ウネガエルさん、いやー、いやー、頑張ってください。
さあここでリュウガエルのね伝統的な一戦ということで、そうですね、アメージングなね展開がありました。サマーダム様はねちょっともうちょっと我慢したいところですね。結構裏切るところで飛んでますね。うまいですね、飛びがうまいですね、ハテンコさん。中ボスをうまいこと止めたが、あー真空に合わせてしまった、ドンピシャ。さあ2周目に入るっていうことですかね。これから始まりましたね。あ、破天荒さんが何連勝するかってことですよね。ですよね。 5以上いけば破天荒さん勝ち上がりで、5以下だとヒデさんってことですよね。で、ヒデさんとヒデさんで決勝ですよね。はい。お、強いですね、破天荒さん。そんな話をしてる間に1本とで、今日は違いますね。おお、この距離は厳しいか、ちょっと。あるのか、あーっと飛んでしまった。この間合いやっぱね、ペコさんのエスケンうまいっすね。これここに持っていくの、ここに持っていくのが、そういわゆるねペコハウス的なやつですよね。さすが、しかし脱出できたか。真空が時間がないか。おっ、ネリチャギ対空が、続きまして、アオッサイさん。
はい、2周目で破天荒さんの連勝中で、青沢さんの残儀ですね。あーっと、ダヤシタシン行ったが中キックの方が早かった。これ同じぐらいの距離なんですよね、多分ね。おっと、ピヨってしまった。ナイス3段。ここでね、やっぱね、決めれるかどうかっていうのもだいぶ違ってきますからね。イバサ昇竜が、いやー、五分ですかね。まあ、ザンギ竜五分っていう説がねありますけど、おっとダブラリにうまいこと足払い合わせる。おっと、真空、その距離はもう波動を見てからダブラリ、ジリジリしてますね。時間が、おっと、食らってしまった。ダブラリミス。おっと、ここで4連勝目。続きまして、あっと、続きましてカワシムさんのダルシム。ここで天敵のリュウニア、天敵のダルシムです。リュウニ天敵なんすかね、ちょっと僕よく分かってないんですけど、辛いことぐらいしか分かんないですね。まあからさまにリュウの方が分が悪いと僕は思ってるんですが、わっ、中足ね、あの中ゴスか中足ファイヤーかみたいな、隠れ行けみたいに言われるんですけど、おっと、ちゃんとガードできている。真空をしてしまったが、お互い仕切り直し。おっと、ゲージが欲しいところでしたが、ダルシムがあってそんなゲージいらないんですよね、多分ね。欲しがらなくても大丈夫だと。おっと、ナイス中ゴス。いい勝負ですね。でも、お、真空使ってしまった感じが、使うならヒットさせたいところですね。危ない。あーっと、惜しい。破天荒さんが4連勝でストップで、じゃあ2周目はトップが5連勝のチュンリーのヒデさん。そうですね、1周目もそうですね、すいません、カーシムさんと破天荒さんでちょっと2位決定戦をもう一度一発勝負。あれ、
じゃあ今やったばっかりの組み合わせなんですけど、カーシムさんのダルシムとハテゴさん龍で一先に決定戦ですね。これ勝った方が、ヒデさんのチュンリーと優勝決定戦と。おっとガードできている、完全めくってましたからね今ね。やっぱこのゲームね、あれですよね、めくりって相当初期から高等テクニックとしてね使われていた。あ、初代の時はなんか初代スト2の時からですよね、なんかびっくりテクニックで、はい、僕も全然まだ分かってないんですけどね、めくってるのかめくってないのか。最初見つかった時はなんか反対側に落ちるから逆のガードになる、でもなんか逆のガードって見た目と逆だからレバー後ろに入れちゃうよね、嫌っちゃうよねぐらいの感じだったんだけど、なんか研究進んだらなんかこれ逆の逆の時もないみたいな。そうですよね、おっとダルシムが勝ってしまった。いい試合でした。じゃあ決勝は川島と我らが英雄ヒデチュンリ3先です、3盾ですね。あ、いや 1P2P 一応、あ、ね、ヒデ君が決められます。ヒデ君は、はい、じゃあこのままで3先で。あれ今日も当たってないんでしょ、1回当たってますよね。あ、さっき残機か。お、さあ開幕飛び込み100列2回からテンション、あとのさあ、いやしかしいいカードですねこれ、ガードしてる。さあこうなるとダルシムふわふわ、最後は飛びが引っかかってまずヒデチュンリーですね。あ、どうなんですよね、微妙にチュンリーの方が有利な組み合わせなんで、なんかこの間読んだあの梅原っていう漫画では、はいはい、なんかダルシムにかぶせるのはチュンリーってなってましたよね。あ、どうなんでしょうね、正直どっちが強いかとか分かんないですけど、うん、お互い楽ではなさそうですよね、まあ、五分ぐらいっていうことですからね。え、だからあからさま優越がつく組み合わせではないってところ、分かんないです、それ本当に分かんないです、ね、そう、うまいですね。あ、石先はまずヒデチュンリー、そうですね、まずは。要所要所でカワシムがドリルをガードさせようとしてるんですけど、それをちゃんとビンタで落としたりして自分のターンにしたりしてますからね。さあ走る、落として走る、あっと、さあ三角飛び、あってよかった三角飛び。そうですね、チュンリーとバルログしかないですからね。ですね、でしたっけ。さあナイスラン、いけるの2回目、たまるの早いですね、早いですね、まだしかも50秒残ってますからね、9カウントとかですよね、理論上だからあと2回打てるってことですよね。恐ろしいですね、24秒ためで4回打てるかもしれない。さあ踏み込みゲット、ファイヤーが打ち、あのピッタ上手いですよね、あれガードしちゃうとダルシムのターンなんで、なるほど、うまいです。戦列、戦列入ってきたが、ゲージ稼ぎだったんでしょうか、ちょっとでも今弾き方おかしかったですね、なんかテンション入んないの見極めた感じですね、当たりが浅かったんでテンション入らないんで置き攻めに変えたって感じですね、素晴らしいですね、
判断素晴らしいですね。さあ投げ返し、あのビンタ、本当あのビンタ機能してますね。さあ燃えて下段から、さあバカになった、今のバカになったのは痛い。で2本目もヒデチュンリーですよね。ね、さあこのクレジットで終わってしまうのか。着地に百列置いてあるまたビンタですね。徹底的にドリルをガードしない感じで、さあまたゲージが立つ、これは終わりか、削り角。なるほど、先リーチをかけたのはヒデチュンリー。回しミッシュ向けることができるのか。ドリル、もっと剣を置いてある。さあまた三角で逃げましたね。ちゃんと終わり際狙ってますからね、すごいですね。すかして、おっ、つかんで、まだあるが、さあ安いがどうなる。おっと、逆熱だった。素晴らしいストレートですかね。そうですね、優勝はヒデチュンリー。予選も全勝で完勝と言っていいでしょう。素晴らしい、完全優勝ですね。負けたのは破天荒さんの竜だけですかね。そうですね、破天荒さん竜に唯一の、はい、じゃあちょっとお話を、はい、運がいい、おめでとうございますトミニーの真似じゃないけど、まあでも良かったですよ。あの火曜日風で死んでて全然反応速度も遅くて、まあ、今日来れて創生できて楽しかったっす。ありがとうございました。ありがとうございました。いやでも本当になんか見ててドリルとかを一つもガードしないで全部落としてそのまま自分のターンにしたりするので、あれは本当やりづらいですね。反応すごいいいですね。すごかったです。完璧に仕上がったんですね。たまったクレジットはミヤさんが速攻拾って、はい、ね、本当のチャンピオンは俺である的な。そうですね、そうなんですか、そういう顔なんですか今。おいおい、この程度が式のチャンピオンかよ的な感じで今。あーなるほど、僕のオレンジ色の竜だとこのぐらい簡単に勝てちゃうんだけどみたいな。そうそうですねちょっと今上が出てなかったですけどね。ミヤさんがチュンリーじゃん。あ、ヒデチュンリー優勝おめでとうございますとコメントいただいてますね。バツとしたんですね。ちょっと色が紫で完全に同化してましたね。名前が紫って読みづらいけど、二人してだいぶモニターの近くまで行っちゃいましたから。そうですね、飛びが通りまくる。さあ勝利出なかったけど、ひよってる、投げ、最後は投げ。さあ真のチャンピオンは新谷さんの竜だったと。ああなるほど、はい、じゃあ本日もここまでですかね。残り30分ぐらいですけど、あとの試合の方、そうですね、33回式の細道はここまでと。33回なんですか、ゾロ目のカウントしたら33回でした。お、なるほど、細道以外のやつは抜いてですね、あのたまにやってる団体戦とかなしで細道だけ純粋に33回で。お、素晴らしいですね、ちゃんとカウントしてましたね。これももうだからもうちょっとしたら1周年が来るんですよね。そうですね、これ6月、あーごめんなさい、9月とかに始めたはずなんですよね、式の細道は確か。ちょっと待ってくださいね、今エビデンスをちょっと確認させてもらいます。
まあ、9月16日ですね。9月16日ですね。はい。去年の。友さんが優勝してますね。はい。第1回優勝者が。結構あれですね。ここで対戦開始したのが6月10日で、去年、2016年の。最初の3ヶ月では何もせず、そうですね、ただ集まって、ただ対戦してた。ね、だから、その9月の1周年に向けてね、また、と頑張って。まあ、その前に、あれか。あれですよね。なんとかエスト的なやつが。なんで濁すんですか。濁さないとダメなんですか。なんだったかな。お、本当だ。見やすくなった。達夫さん、赤いしてくれましたね。これ色変えれるんですね、自分で。知らなかったです。なるほど。去年ね、俺も 100% ここにいるんで、配信見たことがないんですよね。なるほどなるほど。いやいや、家帰ってからでも見れますから。なるほど。後でね。はいはい。リアルタイムって。でも、自分が名前入れてコメントするあれがないから。なるほどなるほど。その機能自体が。そうそう。そういうことですよね。いやー、だから、あれですね、8月かな ?XS 等でしたっけ去年から始まったイベントですよね。そうですね。秋葉原の、e スポーツスクエア、8月の12日ですかね、多分あと2ヶ月ぐらい。はい。じゃあこの後ぼちぼちチーム決めたり。そうですよね。これ何人でしたっけ。3-43人制ってことですね。セロデブさんはもう決まってるんですか。今日ここに来て、はい、解雇されました。解雇なるほど。俺大会前にチームが決まってること珍しいんですけど、はいはい、今年はまあ早めに決まったなと思ったら、今日解雇されて、はい、なるほど。一旦じゃあ白紙に戻ったら、いろいろあるんですよ。いろいろ、なるほど。スト通性の違いみたいな。なるほど。音楽性の違いみたいなやつですね。なるほどなるほど。合う合わないみたいなのあるんですよ。いや、自分去年出てないんで、ちょっと今年出たいなと思ってたんですけど、ちょっとまだ何も考えてなかったです。なるほど。お酒飲めますよ。はいはいはい、そうですね。去年私リアルタイムで配信見させてもらいまして、はいはいはい、まあ、なんかセルテスさんあれですよね、結構のっけからだいぶ飲まれてた感じだった気が。あれはまだマシな方ですかね。はいですかね。いやー、どなただったかな、あれの怒られくんですよね。怒られ、はいはいはい。僕もあの日怒られくんのため初めてペイパル的なやつを登録してみた感じですけどね。おっと、なんか我々いつまで話してるんでしょう。別に、いや、もうそろそろやめましょうか。ちょっと間を持たせるのも辛くなってきたんで、今日オロナミン C あります。いつもありがとうございます。はい、皆さん飲んでください。ってところで、余ってるクレジット配っちゃいますね。じゃあ適当に配って、はい、じゃあそれで一旦マイクは終了とさせていただきます。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。
Thank you.
それではそろそろ時間ですので、この試合終了後、放送の方は終了したいと思います。また来週もよろしくお願いいたします。ちょうど終わりましたね。そうしましたら皆様長時間お疲れ様でした。ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。失礼いたします。